はい、始まりました、トビハクチャンネル。現在ね、8月中旬、万世酒の収穫真っただ中なんですが、作業的にもね、だいぶ落ち着いてきまして、そろそろね、夏剪定の時期になってまいりました。というわけで、今回は夏剪定についての、動画なんですが、桃作りをね、始めたばかりの方、初心者の方はね、特に、夏剪定一体どうすればいいのか、わからないこともね、多々あるかと思います。今回は、そういった初心者の方向けの、超簡単な、夏剪定の動画をね、ちょっとお送りしていきたいなと思っています。まず夏剪定で覚えていただきたいのがですね、貯蔵養分、こちらの方がね、重要な要素になります。貯蔵養分というのはですね、後ろ木をご覧になってください。品種の方が白鳳という品種になるんですが、こちらはね、7月の下旬には収穫を終わっています。そして現在ね、実がない状態なんですが、もちろん葉っぱがついてますので、光合成をしたりとね、養分を、作っている状態になります。その養分というのがですね、貯蔵養分として落葉してから幹であるとか、根の方でね、冬の間貯めておきます。そしてね、来年の開花時期になるとその養分を使って花を咲かせたり、新梢をね、伸ばしたりと、そういった養分なんですが、で、一つ覚えていただきたいのが、その貯めた貯蔵養分ですね、来年以降使うんですが、貯めた養分というのは養分を作った場所に、来年また戻ってきます。ですので、木のね、こちら、先端の方で貯めた養分というのは冬になると、地中の方に戻っていきます。そしてね、春先になると、またね、グググと同じ場所に養分が作られた場所に戻ってきます。養分というのは作られた場所に、また戻ってくるということなので、いらない枝で作られた養分はまた、春先枝がなくともその部分に戻ってきてしまう。となると枝がないので周りの枝が予期せぬ伸び方をしてしまったりするので、それを防ぐために、いらない枝というのは養分を作る前に切ってしまおうというのが、夏剪定です。じゃあね、いらない枝とは何なのか、このあたりがね、ちょっと分かりづらいかなと思いますので、実際にね、どんな枝がいらないのか、木の方をね、近くで見ていきたいと思います。はい、現在ね、このような感じで木があるんですが、いらない枝というのがね、一体どれなのか、簡単にちょっと説明していきたいと思います。まずはね、木の中心部の方行ってみましょう。するとね、若木なんか特にそうなんですが、このような感じでね、立ち枝、徒長枝と呼ばれるものが、たくさん生えています。上の方にね、伸びている枝ですね。こういった枝は日陰を作ったりしてね、ちょっとね、使いづらい枝になりますので、今の時期に切っておくのがいいのかなと思います。実際にちょっと切ってみましょう。こちらのね、立ち枝、ズズズズズと下の方を見ていきますと、このような感じで、生えています。はい、どこから切ればいいのかなんですが、ちょっと見てください。はい、このような感じでね、すでに、芽が出ています。こちらがね、来年以降の葉っぱや、そしてね、実になるような芽が、出ているんですが、この芽をね、ちょっと残して切るようにしましょう。ここから切るのもいいんですが、こちらの大事な幹がですね、枯れてしまう可能性がありますので、ちょっとね、芽を残して切るのが、初心者の方はいいかなと思います。こちら芽がありますので、まあ2つ程度芽を残してもらって、これをね、こんな感じで、はい、はい、これでいいと思います。こんな感じでね、残りの徒長枝もね、ちょっと何本か切っていきましょう。はい、こんな感じでね、ちょっと何本か切りました。先ほどと比べてね、立ち枝と呼ばれるものが、少なくなっているかと思います。木のね、下の方を見ると、幹の方までね、光が入ってきてますので、この程度でね、いいのかなと思います。はい、というわけで、見ていただいた通り、立ち枝と呼ばれる、徒長枝をね、元部を中心にね、切っていきました。幹の方もね、光が入るようになったので、これでいいのかなと思います。実際はね、まだしないといけない夏剪定というのもあるんですが、とりあえず、始めたばかりで何を切ればいいのか、わからない初心者の方は、元部のね、徒長枝を
しっかり切っていくようにしましょう。木のね、元部の方の徒長枝にね、いらない養分を作らせないために今切っておくのがベストなのかなと思います。本格的なね、夏剪定の動画はね、また改めて作って皆様にお送りしたいと思っていますので、詳しいことをね、知りたい方はね、そちらの方をご覧になっていただければいいかなと思います。合わせてね、去年もね、トビハクチャンネルの方で夏剪定の動画上げてますので、そちらの方もね、チェックしてみてください。というわけで、今回はね、夏剪定、初心者編ということで、木の元部の、徒長枝を中心に切ってみました。今回もご視聴ありがとうございました。